美味しいパラパラチャーハンを作ろうね。溶き卵を入れておいたボウルに保温しておいたご飯を入れてお米一粒一粒に卵が絡みつくようにしっかりと混ぜようね。よく熱したフライパンに油を入れてから炒めるとパラパラしたチャーハンが簡単に作れるよ。